暗号通貨ニュースについてお話していこうかと思います。現在ビットコインの価格600万に向かって、順調に上がってますよね。でもこれ600万になるかどうかは分かりませんからね、ご用心くださいね。で、ビットコインをはじめとする暗号通貨価格が上がっていくとね、なぜかね YouTube の動画が増えたり、そこにアクセスする人が増えるんですけども、はっきり言って高値掴みをする人が集まってるとしか私は思えません。まあ前々から申し上げてますけども、ビットコインの話題を最もね強く私が発信した時代っていうのは、ビットコインが100万円を超えない時なんですよ。こういうふうにね、多くの方がビットコインは終わった、暗号通貨は終わったという時に仕込まずにどうするんですかってことなんですよ。やっぱりね、投資の基本原則、そして心理は安い時に買ってるかどうかってことが全てなんですよ、ね、今5、600万の時に買うことを決めかねていて、もう遅いんですよね。これ仮に500万、600万ラインで買ったとしても、これが1000万になったとしても倍ぐらいにしかならないんですよ。その時に皆さんの資金どのぐらいありますかね。とてもじゃないけど人生を逆転するほどの資金を今のビットコイン価格にかけれるような資産の余剰分ってのないような気がするんですかね。そう考えたら5、60万で買った方いかがですか。今あれから10倍になって5、60万しか使ってないのに5、600万になっている、ね、これが投資の醍醐味じゃないですか。だから私は100万以下で買っていきましょうと、誰もが見放してもう見向きもしなくなった時に、もしかしたらそこで潰れてしまうかもしれないけど、そこにリスクをかけて購入するっていうところにまさに投資の本質があるわけですよね。そこで買わなければどうやってね大きく儲けるんですかってことなんですよ。ですので、このビットコインが500万円を再び超えたこの8月にですね、いきなりビットコインのことを話し始めた人は要注意ですよ。遅いんですよこの人たちは。うん、今回はねちょっと厳しいことを申し上げますけどね、もう遅いです。遅い、はっきり遅いです。ビットコインがこれから1億円に向かうかもしれませんけども、私たちがはっきり言ってお金が欲しいなと思えるタイミングで1億円になるか、3000万になるのか、1000万になるのか、さあどうですかね。もう遅いですよね。それよりも3年前に100万円以下で買っといて、今利確のタイミングを探ってるという方が絶対にいいですよね。つまりその時に買えなかった時点でもうねほとんど負けなんですよ。体のもそうなんですけども、体のはこれからますます上がっていくと思います。注目すべきはこの体のなんではないかなと思いますよね。私はかなり体のに肩入れしてるんで、かなりひいき目に見てますけども、それにしても体のはまだ価格としては全然未成熟ですんでね、300円をやっと超えたところ、つまり要するにやっと体のってのが始まりだしたってことなんですよ。これからコインマーケットキャップをはじめコインのランキングの中でね、イーサリアム、ビットコイン、これはどちらかというと値を下げていって、そこで流出した資金は体のに集まるんではないかと私は踏んでます。もちろん別の考えもあるでしょうけども、本当に今ね、自分が高値掴みをするための準備をしてるんじゃないかどうかって考えることと、あとね、安値で底値で買ってるんかどうかってことをこれちゃんとね、見極めないといけないですよね。じゃあ見極める方法どうすればいいんだって話になりますけども、はっきり言ってね、今ビットコインが注目されてる時にビットコインを買うのは私はあまり良策ではないと思います。繰り返しますけども、人が見放した時とかまだ気づいてない時に仕込まないと、もう何の恩恵も受けれないんですよね。多くの方がビットコインを知ってしまった時っていうのはもうすでに高値掴みの瞬間瞬間なわけですよ。まあ今日はそれだけ申し上げたくてね、放送させてもらいました。600万にビットコインがなったところで100万以下で仕込んでない人にはもう大した恩恵がないっていうことですよね。もちろんこれからビットコインが数千万とかね、億っていう金額に向かわないとも限りませんけども、それがかなり先のことだとしたら、今現金が欲しい私たちにとって何の意味もないってことなんですよね。じゃあ本日は暗号通貨についてちょっとねバケツで水をぶっかけたような放送になりました。次回またね期待の持てるような放送しようかと思います。それでは。